世の中なめてるラジオ。ペンネーム焼き豚うまいさんよりいただきました、フリートーク、こんばんは。いつも楽しく配信見させていただいてます、突然ですが相談です、先月私が大切にしていたエロ本が祖母に見つかってしまいました、その日は祖母が来ることを知らず枕の下に置いていたのですが、祖母は綺麗好きで勝手に部屋を探索掃除するので見られてしまいました、表紙からしてだいぶエッチなやつです。それ以降いつ祖母が来てもいいようにベッドの下やクローゼットの中、あえて本棚などに隠していたのですが毎回見つかってしまいます。一体どこに隠したらバレないのかすごく悩んでいます、ここだったらバレないだろうという場所があれば教えてください。相談失礼いたしました、最近寒くなってまいりましたのでお体にお気をつけて頑張ってくださいということでね、ありがとうございます。素敵なねお便りいただきましたけども、まあおそらくね、まあおばあちゃまもね、まああなたとの、まあ、そのエロ本隠しっこみたいな、もうそこのラインだよね。もうね、ある意味ね、まあその、まあ、祖母とね、孫のね、まあ交流みたいなものですから、まあどこがいいんだろうな。自分はね、まあその紙媒体っていうのはまあ一度しか手にしたことがなくて、私は、まあ、私はエロ本は一回しかね、あの手にまあ取ったことがなくてですね、まあそれの場合は僕は近所の公園に隠してたなぁと思いますけども、うん、近所の公園にね隠してました。私は同級生だったりとか、まあ同じね、あの小学校かなんかの、まあ、上級生だったりとか、まあ下級生だったりとかが、まあ、好きなように見るみたいな感じでしたね。僕はね、うん、近所の公園のなんかトイレの上に隠してたそう、近所の公園のトイレに近くに木があって、でっかい木があって、まず木を登って、で木を登った後、木から飛び降りたところにちょうどそのトイレの屋根があって、で屋根の上に置いてたね、大体ね。僕はもう自分でまず買えなかったから、まあその河川敷とか、あと公園に設置してあるゴミ箱とかをね、まあその小学校の頃はまあ同級生と漁りまくって、でそれで集めたまあ書物をまあ段ボールの中にまとめて、でまあ上からビニール袋をかぶせて雨に濡れないようにしながら公園のね、あの屋根の上にね隠して、まあみんなでね読んだりはしてましたけども、まあデジタル生徒、まあ僕もねもちろんデジタルですよ。私もデジタルです。もちろんもちろんデジタルでねやっております。本じゃなくて SD カードにして隠した。あーなるほど、デジタルにして、あ、いやでもそれはあったかもしんないな。 PSP で無理やりネットにつないで、もう何、一枚の画像がゆっくり下から何ツン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 って出てくるのを楽しみにしてた時期は、なんかそういう感じのやり方してたような記憶はある、俺はね。大体ね。